ルーカス・リマこと、ルーカス・ラファエウ・アラウーチョ・リマは、ブラジル・サンパウロ州出身のサッカー選手。ブラジルカンピオナーとブラジレーロ・セリエ A のパルメイラスに、所属している。ポジションは、アタッキング・ミッド・フィールダー、左ウィング、右ウィング。ラファエウのところは、ハファエウ、ラファエル、リマのところは、リーマと表記されることもある。インテルで、リメイラの下部組織出身である。 2012年に SC インテルナシオナルへと移籍するが、ブレークできなかった。その後スポルチレシフェへのレンタルで才能を開花させ、2014年から名門サントス FC へ移籍した。サントスとの契約は2017年12月31日までである。2017年11月30日、SE、パルメーラスに移籍することが発表された。 2015年9月5日のコスタリカ戦、および同月8日のアメリカ合衆国戦に向けた、ブラジル代表のメンバーに初招集されて、コスタリカ代表戦で代表デビューを果たした。また2015年11月13日に行われた2018フ、FIFA フワールドカップ、南米予選のアルゼンチン戦で代表初ゴールを飾った。コパアメリカセンテナリオでは、リオゴリンへの出場を優先し、 欠場する FW ネイマールの代わりに背番号10をつけることになった。国際 A マッチ11試合に得点。ありがとうございます。